笹穂山古墳群笹穂山古墳群の一笹穂山古墳群は奈良県四季群田原本町八尾にある古墳群。史跡指定はされていない。二号墳出土品が奈良県指定有形文化財に指定されている。奈良盆地中央部寺川西岸の中石地に映像された後期古墳群である。前方後円墳1基、円墳4基の計護期が確認されている。 山和国古墳墓取調べ所には1号墳が笹鉾山として記載が見えるものの当時は明確な古墳としては認知されておらず、1993年度の水路改修に伴う調査で1号墳が古墳として認知され、2004年度までに1.2号墳について、慶五時の発掘調査が実施されている。名手墳である1号墳は前方公園墳で墳基を残存しており、 噴球長50.4メートルを測る。噴球周囲には二重集合が巡らされており、集合を含めた古噴全長は96.2メートルに及ぶ。その他の4基は小園噴で2号噴、3号噴の噴球は現在までに失われているが、4号噴、5号噴は噴球を残存する。特に2号噴の集合から出土した多数の葉には木製品が特筆される。 映像時期は古墳時代後期の6世紀代と推定される。2号墳の出土品は2016年に奈良県指定有形文化財に指定されている。1号墳は笹穂山古墳群の名手墳。形状は前方後円墳。墳形は前方後円形で前方部を東北東方向に向ける。墳球は二段築成。古墳の規模は次の通り。墳球表面では 円筒埴輪列、継承埴輪が検出されているほか、木製樹物を建てたとみられる、炸裂状柱穴が認められる。墳糾周囲には二重の集合が巡らされており、内堀幅は9.3メートル、外堀最大幅は7メートルを測り、集合を含めた古墳全長は96.2メートルを測る。主体部の埋葬施設は明らかでない。 築造時期は決定的な資料を書くため明らかでない。現在は墳町に稲荷神社が祀られている。二号墳は一号墳の北西にある古墳形状は円墳発掘調査によって発見された埋没古墳である。墳形は円形で直径22メートルを測る。墳丘周囲には集合が巡らされており、集合を含めた 古墳全長は25.7メートルを測る。集合内からは、多数の葉に庭、木製品が出土した点で注目され、継承葉庭には、馬と馬引きが3組、木製品には、傘型、縦型がある。築造時期は、古墳時代後期の6世紀中央頃と推定される。3号墳の墳球は消滅している。4号墳は1号墳の西に所在し、5号墳は4号墳の 南に所在する、笹穂山古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。